どう皆さんこんにちはムケオでございます本日はシンガポールロレックスマラソンやっていきますとてつもない収穫がありましたシンガポールの全体像とロレックス関連情報この動画で Vlog 風にやっていきたいと思いますまずは福岡空港からシンガポールトランジットここに向かって行ってみたいと思いますそれではご覧くださいどうも皆さんおはようございますはいムケオでございます、えー、福岡国際線空港 着きましたね現在時刻6時20分ですね、ちょっと早く着きすぎました、もうめちゃめちゃちょっと気合い入れてスタジオからぶっ飛ばしてここ、やってきたんで、まあ、まだね、出発まで余裕あるんで、まあ、ちょっとゆっくりしたいなと思います、本日はシンガポール行って、でそこからロンドンへとつながっていく感じになりますね、いやー、マジでワクワクしてテンション上がってきてます、ちょっとね、時間潰したいと,思いますとこちらですね、9時55分、シンガポール。 いやいい朝ですねいやーほんとちょっとね空港着いてめちゃくちゃちょっとテンション上がってきましたただねえー、っとまだ本番はまだだいぶ先なんで、えー、ちょっと抑えていきたいと思いますやっとねこの日がやってきましたよ皆さん本当にご支援ありがとうございました昨日のねライブにおいてもね爆爆烈スーパーチャットいただきましたもうちょっとやる気みなぎっておりますただちょっとあまり早く出しすぎるのはまだここから壮大な 移動がありますんでねちょっと落ち着いていきたいと思いますもうここからは日本の常識は通用しません気合入れていきますはい、それではシンガポールトランジットとイギリスの航空券ゲットしまして中に入りましたこの中もですねいろいろ時計が置いてありましたね非常に楽しかったですロレックスはありませんはい、待合所で回っていきますワクワクが止まりませんね 各国のお金買えまました、まあ、ちょっとね、いろいろありまして、ね、ユーロはねめちゃくちゃ使ったんですけれどもそれ以外のシンガポールとかのお金はほとんど余りましたね、はいえー、空港内でお金を買います円安地獄このあと待ってますが。 はいえー、時間がありますので、このプライオリティパスって、ラウンジ行きました。非常に良かったですね。朝飯も、えー、食べてませんでしたので、まあ、お酒とかも飲めますが、まあ、私は、ね、この後ロケがありますので、そこは、えー、食べ、飲まずに、はいえー、こんな感じでね、ご飯食べましたね。プライオリティパス、最高でございます。中はね、落ち着いた空間で、まあ、外国人の方もめちゃめちゃおりました。そしてね、ホーディンキーさんの、はい、この雑誌、これ見てね、テンション上げておりました。行くぞ。 ロレックスの国へとといいうことでございますさあそれでは飛行機に乗り込んでまいりましょう GMT マスターまさにこれ用の時計ですからねベゼルを回してシンガポール時間に合わせております狭いですでも大丈夫ですこれで行ってまいります、はい、今回、ね、このように、ね、戦場カメラマンのような服装でゴリゴリ撮影してまいりましたさあいざ福岡を飛び立ちます ね、海を見ながらシンガポールを目指していきます。だいたい6とか7時間ぐらいですね。台北の上を飛びながらご飯来ました。シンガポール航空、最高でございますね。あの、あれがいいですよね。あの、制服が、とても制服が良かったのであります。今回は全部シンガポール航空さんにお世話になっております。さあ、 見えてまいりました。これはこれはモルディブでしょうかね。この船を見るとシンガポールを思い出すんですよね。二回目になのでさあシンガポールについに上陸でございます。はい、えー、シンガポール着きましたね。ちょっと頭痛いぐらい。まあ結構狭くてね、えー、きつかったんですけれど、まあとりあえず着きました。 ありました。速攻で、えー、ロレックスありますね。ちょっとちらっと見ていきたいと思います。チューダーもあります。はい、写真撮影かということで、えー、撮りました。あのチューダーはですね。今後のヨーロッパにもつながってくるんですけれども、海外ねめちゃめちゃありますね。こんな504とかもう全然その国内ではね。ないようなモデルも結構置いてあってテンション上がりますね。 こんなね GMT の白文字盤とかもなかなかないと思うんですけれども置いてありますこの辺は、えっと、シンガポールの,この空港でも買えますねこちらシルバーですよねはいこんな感じでチューダーは結構いろんなモデルが、まあ、シンガポールそしてヨーロッパでも見られるということでございますこの辺はねまた動画作っていきたいんですけれどもグランドセイコーもありましたね 今回の新作もねとっても良かったですね、まあ、そこに向かってやっていくんですけれどもこれはまだ新作発表されてない時の映像になるんですけれども白樺塔がねこのように並びますロンジンも良かったなスイス時計ロンジン結構今回ねあの日本で見たことないようなモデルも見ることができましたが、まあ、シンガポールこのようにね結構置いてありますさすがロンジンです伝統と歴史のあるロンジンもねこのように空港に置いて ありますねまあぜひね皆さんも降りたらすぐにありますんでこの時計のところを見てくださいオメガ等も、えー、結構置いてありましてまあ一つの時計店にいっぱい入ってるなという印象でございますいろんなモデルがありましたでもねさすがにね、えー、スピードマスターの白文字盤とかはありませんでしたねはい結構並んでおります まあその辺はね、まあ今後のヨーロッパも同じにはなるんですけども、買えるとこもありますから。はい。えー、で、これがね、あのスピードマスターの今回出たあの白文字版かなと思ったんですけど、これはね、ホワイトゴールドだということでございました。あ、こんなんあるんだなということで勉強になりました。はい。えー、今回ね、廃盤になったデイトジャストロレックスでございます。ただ、ロレックスに関しては、ちょっとね、やっぱ何も販売するモデルはないということで、結構 結構渋かったですね今後の旅では衝撃の、えー、カエルモデル等もね結構あったんですけれどもシンガポールなかなかね買うことはできませんでしたはい、えー、空港、えー、降りてすぐですね外とか出る感じもなく速攻でこれ出てきますんでねぜひ皆さんも行ってくださいはい見てきましたねあんまり物がない感じでしたねただあんまり見ないようなデイトジャストの白文字盤とか まあ、結構、置いてありまして動いてたりはしたけれども、まあ、カスタマーオンリーではないけれどもものがないということでデイトナーありますかって聞いたんですけど、まあ、ありませんという感じでしたねオメガのホワイト文字盤のスピードマスターあったんでおっと思ったんですけどこれはホワイトゴールドですという感じでしたねいろいろ見れるのはダウンタウンにあるということなんでちょっと1回入国して。 そっち側、えー、見ていきたいと思います。前来た時よりも進化してますね。はい、入国できましたね。よし、ちょっとまずは通信を解説したいと思います。はい、どうも皆さん。えー、っとシンガポール着きましてね、なんかいろいろと心配してたんですけれども、なんか全部余裕ですね。あの通信も速攻で。 着きましたはい、もう速攻で SIM カード入れたら通信できたので、OK ですね、で、ちょっと空港も、まあ、ちょっと回りたいんですけれども、まあ明日の9時出発になるんで、まあね、ちょっと時間はありますので、ちょっとあのマーライオンのところ一回行ってこようかなと思って、マリーナベイサンズエリアですね、ちょっとあそこに行って、ちょっとロレックス、ちょっと見ていきたいですね、デイトナー、ちょっと買いたいですね。 空港のロレックス、ちょっとね買えませんでしたので,、うんでえー、っと値段はちょっとあのホームページで見てくれって言われましたプライスリストはシンガポールは置いてないですねカタログはあっていりますかって言われたんですけれども、まあ、プライスリスト入ってないんで、まあ、あんまり意味ないなっていうことでちょっともら,わもらいはしませんでした。まあちょっと 街の方ね、ダウンタウンの方行ったまたちょっと変わってくると思いますので、ちょっとその辺見ていきたいと思います、空港自体はね品揃え、そんなによくなかったですね、あんまり見ないモデルは置いてありましたけどね、デイトジャストの白文字盤とか、あのフルーテッドのシャンパン文字盤とか、あと、チューダーはね、結構すごかったですね、いろいろありました、GMT の白文字盤とかもね、ありましたし。 でピンクはまあニ,ュニューすぎてありませんって言われましたで今後もしかしたら売るかもしれませんみたいな話言ってたんでまあ、その辺もね、えー、まあ空港はそんな感じだったんですけれどもまあちょっと街の方ちょっと行っていきたいですねせっかく乗り換えでちょっと時間ありますんでちょっと街の方も見ていきたいと思いますちなみにクーラーかかってて今涼しいですけれども多分外出たらクソ暑いと思います今の段階で半袖ですからね半袖半ズボンの人も いますねめちゃくちゃ蒸し暑いですねあっちはでもすごいシンガポールやテンション上がってきました空港の時計はほとんどオメガですすごいですねホンステレーションちょっとタクシーが使えないので MRT で行きますねただカードの買い方とかちょっとわかんないんでちょっと調べてみましょうはい、駅員さんに聞いてね このチケット買いました。ここから MRT に乗ってマリーナベイサンズ行くんですけれども、ちょっとめちゃめちゃ時間かかるんだよな。50分ぐらいかかりますね。まあとりあえず行ってみましょう。めちゃめちゃ広いです、ね。はい、それではあるちょっとね、前の駅に降り。 でここからちょっと歩いてマリーナベイサンズエリアの方に行ってきたいと思いますいいですねめっちゃ賑わってますねナイキとかもありますまあ、ちょっとこの流れでね元々行きたかったちょっと記念碑みたいなやつとかもあるんでちょっと見ていきましょう建物がでかいですねなんかすげえ高く見えます、ね、なんか外国って感じ ロンジンありまますねショッピンンングストアに迷い込みましたロンジンの新作も置いてありました。これいいですよね。ロンジン最高。そしてこのモデルもね、ありましたね。なかなかちょっと国内で見ることができなかったので、やはりちょっと日本にはないモデルもシンガポール置いてあったりします。ロンジンね、えー、結構今回の旅でもゴリゴリ見ましたんで、おすすめです。 めちゃめちゃなんかすごいですよね。なんか勢いありますよね。激しいな。なんか賑わってます。街中にもガンガン。腕時計動いておりますね。g-shock ストアもありまでです。いや、この中は涼しいんですけどね。出たらもうめちゃくちゃ暑いというね。そういう状態となっておりますね。 今私がいたのはモールストリートというとこでしたね是非皆さんも来てみてください大都会ですねシンガポールテンション上がりますねこれはやっぱビルがめちゃめちゃ高いなかなりいろんなところで工事してます熱帯の植物がねめちゃめちゃこのように咲いております植えてんのかなこれは すごいですねジャングルを歩いてる感じになりますここのビル細すぎるなこういう西洋的な建物も特徴的ですよねまたまたすごいビルがありますこちらがラッフルズホテルですねすごい豪華はいこちら来たかった日本軍との関わりの深い 異例の塔ですちょょっっと行ってみましょう元軍人としてここちょっと行きたかった異例の塔でございますねまあえー、この辺の動画に関しましては旅動画でやっていこうかなと思いますがまあ、これ目印にするとロレックスちょっと回りやすかったんで今回ね衝撃のモデル見せてもらったのはここの近くなんでねぜひ皆さんもチェックしてみてくださいねこの公園のすぐ隣ですねここのの建物の中に ロレックスが入っっててるようなな感じになってますちょっと見ていきましょう、なんかありそうですね、はい、でっかいショッピングモール入ってきました、ロレックスがどこにあるのか、はい、1階にロレックスありましたね、いいですね、1908がこうあります、そしてこっちはカルティエとかパテックフィリップとかありますね、横にはチューダーもあります。 こっちチューダーですね、こっちはブライトリング、時計多いですね、ここね、ちょっと見てみましょう。さあ、シンガポールロレックスですね、こちら、嫁ってきましたけれども、まずね、入、はい、って思ったのは、やはりちょっとね、海外のこの雰囲気といいますか、なんかこのウェルカム感は非常にありますね、まあ、外国人の僕にしてもですね、 かなりウェルカムな感じで迎えてくれます。いらっしゃいますという感じでございます。はい。で、それで買えるのかと言ったら、まあ、買えませんね。はい。今回ですね。えっ、ー、と、ちょっと分かったのは、まあ、このダウンタウンに行ってくださいということで来てるんですけれども、まあ、やはりね、シンガポール、こちらね、ウェイティングリスト、これがあると。 いうことでもうたくさんんんの待ってるる人がいいでででななかなかその買ううこことととはきまませありましたただし今後の旅では外国人でも、ね、買えるモデルこれは、ね、聞くことができましたのでめちゃめちゃその辺は収穫になったんですけれどもあとはですねもう店内とかも全然撮影してくれっていう感じでもう全然ウェルカム、はい、その分ねなかなかちょっと購入することはできないんですけれどもこのように見せてもらいました今写真の のやつでもでもすねディープシーとかこれ廃盤というかマイナーチェンジしてますよねまあこのような感じでねあの外にディスプレイされてるものも全然ね撮影 OK ということでございましたで今回はもう本当にね最高に嬉しかったのが試着がし放題なんですよねデイトナー白文字盤ですねこちら試着させてもらいましたテンション上がりましたねまあちょっと私国内でもあまり回っておりませんので平行点とかも 一回しか見たことなかったんで、これね、こんな感じで付けれたのはめっちゃ嬉しいですね。しかも正規店で、もう何でも付けてくれっていう感じでございます。まず目に留まったこちらのデイトナ白文字盤付けさせていただきました。私ね、今後これ狙っていきますからね。うん いや、その買えないから、まあもうすぐ帰ってみたいな空気になるのかなと思いきや、もう向こうの方からですね、なんかつけるみたいな空気感もあって、あと国内に比べてめちゃめちゃディスプレイが多いですね。うん。てか、ほとんどのモデルあったんじゃないかなっていう感じですね。 でやはりねこんな感じでなかなか取れる機会も少ないですのでもうどん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 取ってただね嫌な顔一つせずあの本当に楽しむことができました私のこの最高の GMT マスターと一緒にね取ることもできましたそしてね針がね動いてるんでねまあ売ろうと思えばこれ売れるとは思うんですけれどもやはりそこら辺はウェイティングリストということになる感じですね はい。そしてこれ付けさせていただきました。マジでテンション上がりましたね。デイトナルマン100周年記念モデルでございます。はい。この時はですね、まだ廃盤が決定しておりませんでした。いやー、廃盤前夜のデイトナルマン。これね、つけることができましたよ。どうなんですかね、こちらね。 まだシンガポール行ったらもしかするとあるんじゃないでしょうか。結構海外回ったらその新作発表後も結構ねあのディスプレイでその廃盤モデルとか置いてあったりしましたんですぐなくならないとしたらもしかするとあるかもしれませんよ。 ぜひね、皆さん、つけれるかもしれませんので、シンガポール、行ってみてください。そしてね、この動画をですね、生存動画という形で上げたんですけれども、まあ、その時ね、あの、よく聞かれましたが、要は値段ですよね、これ。まあ、やはり気になるところというふうになると思うんですけれども、日本の国内低下、最終ですね。これ、だいたい740万ぐらいに。 上がってるんですよね。まあ、これでも高って思ったんですけれども。まあ、ヒカキンさんが買った時、まあ、ね、これがね、3500万とかでしたから、まあ、それに比べりゃ安いのかなと。日本国内ね、740万なんですけれども、えー、っとですね、これ、その国内で、ホームページで確認してくれと、値段はって言われたんですけれども、なんかこれ、ポンド表記になってましたね。 僕はちょっとあまりちょっと知識がなくて、これシンガポール表記なのかと思って見てた、スクショ撮ってたんですけれども、まあ、ポンド表記となっておりました。まあ、ここからどんだけちょっとディスカウントとかそのシンガポールがっていうのはちょっとわからないんですけれども、まあ、シンガポール国内で開いたホームページで出てる、えー、こちらの価格を、 今の、えー、ポンド、えー、円でね、えー、換算したところ883万8698円ということで、ね、めちゃめちゃもう100万以上高いですねル・マンに関してはやばいですねただもう廃盤しましたからうんもう買えないモデルということになりましてまたガンガンねえー、と平行価格も上がっていくんじゃないでしょうか まあこれはね、需要も多いですし、もう超絶人気でしょうね。まさか1年で終わったかっていうところになりましたけれども、まあこれをこのタイミングでつけれたのは、なんか嬉しかったですね。裏付けとかも最高で、マジで感動しました。シンガポールね、めっちゃ試着できますから。 そしてね、数多く試着、もほとんどのモデルがね、置いてありますんで、まあ試着全然できるんですけれども、まあその中でね、やっぱちょっとこのチタンモデルのね、ヨットマスター、なかなか国内でもそんなに、あのー、平行点でも置いてありませんし、これもね、つけることができて、めちゃめちゃテンション上がりました。ただね、あの、めっちゃ軽いのかなと思いきや、ちょっと ちょっとしたこの重みもあるんですよね。やっぱ僕はそっちの方が好きなんですけど、またその何とも言えない感じというかね、このヨットマスターの素晴らしさっていうのも、このシンガポールロレックスはですね、何でも試着 OK というところになりますんで、えっ、ー、と、これを感じることができて、これもね、ちょっと収穫でしたね。で、えっ、ー、と、これもね、値段がね、ポンド表記ですけれども、240、まあ4万ぐらいですかね。国内がですね、202万。 9,500円とかなんでやはりちょっと高いですよね、まあ、とにかくね驚いたのは、まあ、シンガポール試着し放題ということでございますもう店員さんも何でも試着してくれと壁に埋まってるやつも全部つけていいからどんどんやってくれっていう感じでしたね まあこんな感じで今ディスプレイされているねヨットマスター2とかこの,はこの辺もね廃盤となっておりますけれども廃盤前夜のシンガポールロレックスねこんな感じでございましたこの他にもですねオイスターパーペチュアルセレブレーションモチーフとかまあその辺もめっちゃあってまあちょっとつけたかったんですけれどもまあ,ある程度ねこの後ライブ配信とかもしたかったんでまああの出てきたわけにはなるんですけれども本当ね もう結構ウェルカムでもう何でもやってくれっていう感じがまあちょっとね国内正規店とはまあちょっと違う感じがしたなっていう印象でございますただやはりねウェイティングリストでなかなか買うことはできませんでしたけれどもまあ何でもね試着できますので非常に満足度が高かったシンガポールロレックスでございましたルマンはね本当に嬉しかったですね今後ねシンガポール行かれる方ぜひね このルマンちょっと残ってるかね確認していただきたいですね、やっぱりすぐ引き上げるのでしょうか、これまでの人気モデルになると、ロレックスシンガポールマラソンでした、チューダーにも行ってまいりました、はい、えっとね、ブラックベイプロありましたね、衝撃的でした、国内でそんなにポンポン買えないですよね。 ブラックウェイプロよかったですね。で、えっと値段がですね、今回ちょっとシンガポールドルでね、写真撮れてますんで、まあ、ちょっと計算したところ、まあ、国内定価よりやっぱね、10万円ぐらい高いですよね。 まあこれがちょっと許容できるのであれば、まあ、国内でなかなかそのちょっと買うことができないみたいなのが続いてる方はですねシンガポール行ったついでにパッとブラックウェイプロ買うっていうのはまあちょっとありなんじゃないかなというふうに思いましたでもやはりこの円安下での,あの海外やはりね時計においても高いですよねうんシンガポールドルにおいても国内よりかはだいぶ高い印象ですね はい。そしてこちらも衝撃でございます。ブラックベイクロノの白文字版、これありましたね。もうびっくりしました。もう普通にあるんだなぁと思ってですね。まぁ、あ、ちょっと高いということは、まぁ、あ、国内でね、平行点で買うのとまぁちょっと同じとかになるのかもしれませんけれども、まぁ、あ、ね、こうやって普通に正規店に置いてあるのはね、ちょっとびっくりしました。えー、中段ね、結構、 日本は人気なのかな、うん、海外は結構買えるような感じがちょっとありますんで、ぜひね、参考にしてみてください。あとはですね、これ、ブラックウェイクロノのピンク文字盤の話聞いたんですけれども、まあ、言われてるのはまあ国内と一緒ですよね。まあ、もう本当に売る数は少ないでしょうと。で、えっと、まあ今後ちょっと発売すると思います。えー、ここにはありませんと。 いいう感じでございました、まあライブとか見ていただいた方はねご存知だと思うんですけれどもウォッチーズワンダーズの,そのチューダーブースにもあれは置いてありませんでしたんで逆にどこに置くんだっていう感じでまあそのぐらい、えー、希,少的希少価値の希少なモデルだと思いますんでブラックベイクロノのピンク文字盤とかねあの辺ね狙ってる方ぜひ頑張ってください、えー、もし変えたらね教えてくださいね その他ねレンジャーとかもありましてチューダーはですね充実してるなという印象でございましたいやちょっと水ももらいましたしねめちゃめちゃちょっと感動的でしたねいろいろ付けさせてもらってその置いてあるモデルがとんでもないっていうルーマンつけれましたよ衝撃的でしすやばいここ皆さんちょっと来ていただきたいですねこの日本の慰霊碑のすぐ近くまあマーライオンとかもね 近いですからね。ここのロレックスショップはあのまあ、買えないにしても満足度高すぎるというか。だってあんなモデルつけれますからね。デイトナ黒もありましたし、あとセレブレーションモチーフもね普通に置いてありましたから。とんでもなかったです。ちょっと後ほどまたまとめます。はい、歩いてマーライオンに向かっていきますけれども、まあちょっとねこのトランジットで。 シンガポール来ましたけれどももうあれですねもうルマンつけれただけで結構あの満足あトランスパレントケースバッグ最高でしたね、はい、お兄さんは、ね、ルマンあのディスコンするんじゃねえかって言ってましたそしてワイはスウェーズランドに、えー、この後行くんだぜって自慢してきましたよありがとうございますシンガポール楽しいですね ありがとうございます皆様のおかげです、ちょっとマ、えー、まあ、ライオンの方向かっていきましょう、ここ、マジですごいですよね、このビル群、丸の内よりもすごいあ、丸の内よりも密集してますね、シンガポールは、ちょっと僕、いつも思うんですけど、なんか、ね、昭和を感じるんですよね、なんか未来の昭和っていう感じがするんですよね、なんか活気あふれて、こんな街並みがあるっていう感じで。はい 素晴らしい国ですいや世界に来ているっていう感じがしますねちょっとマーライオンでも見ていきましょう B ボーイが B ボーイですすごい建物抜けて行きます建物も近代的ですよねはいやってまいりましたマーライオンあそこありますねいや、ちょっと人多いんでま来たことあるんでねおおすごいマリーナベイサンズです あれ右の塔傾いてる説ないですかね。来ましたね。意外と近かったな。近くまで行ってみます。いいですね。ちょっと中のカジノとかするね。時間はないですけれども。はい。いや、やっぱりいいですね。壮大ですね。 はい、大都会のビルとマーライオンとマリーナ・ベイサンズです、まあ、ここ、取れたんで OK ですね。 この後シンガポールマリーナベイサンズエリアでですねスマホライブ配信させていただきましたここで結構皆さんがですね喜んでいただきましたので今後世界中でライブ配信をしておりますヨーロッパでですね皆さんその時のカードについては出しておきますので是非ね見てください臨場感を伝えることができてよかったですこれがあったので今後の展開につながっていきましたね さあ空港に、えー、到着いたしましためちゃめちゃすごいこの国際線のチャンギ空港でございますが結構、この後がですね終わってる展開になってしまいましたね今夜はここで休むことになりそうです外側にラウンジないですね中入らないといけないんですけど明日の朝しか入れないらしいんで。 まあ頑張りましょうやばいですさっきのエリアもね追い出されましたねで明日にならないと中にインサイドに入れないってことなんで椅子とかで休むしかないですねちょっとこれ入れると思ってたなやらかましたちょっとねイギリス着いたら1日その半日はちょっと1回も爆睡っすね ちょっと今日はゆっくり休めそうにありませんまあ仕方ないでしょう同じような状況のおじさんたちと一緒にチャンギ空港の硬い床で寝ましたね頭カチ割れそうでした OKOK 無形容分とメルカリ販売中概要欄からおはようございますまさかのここで一夜を過ごしましたしかしながら意外と休めましたね昨日ちょっと頭痛かったんですけども治りました はい、ここでも行けます、まあ、また飛行機乗れますんでここでしっかり寝てねイギリスに向かっていこうかなと思いますいや今回、ね、この,あの枕ですね首にかけるやつこれなんかユーチューバーが紹介してたやつをね買ったんですけどこれめちゃめちゃ優秀ですね。ここのの H 型のこれ これがあったおかげで結構休めた感じがしますおすすめですということでなんだかんだあってイギリスに向かって準備をしていきたいなと思いますそれでは中に入っていきましょう相変わらずオメガございますねこちら朝6時前でございます ちょょっと食事を取りましょうこちらのハンバーガーセットで616円なんですけれども、まあ、今後のスイスというねとんでもない国を考えれば、まあ、全然今となったら安いよねっていうふうに思いましたねということで、えー、中に入っていきたいなと思いますやはり高級ブランドめちゃめちゃ宣伝してますよねはい中に入るとルイ・ヴィトンがでっかくそびえ立っておりました このコースターめちゃめちゃ可愛かったんですけどやっぱ十何万円しましたからねまあこの辺に着想を得た何かを作りたいなというふうに思いました中にもですねこのように腕時計コーナーがめちゃくちゃありますねタグホイヤーとかもありましたまあ空港は時計結構売ってある印象でございますでしっかり中にはねロレックスあって たんですけれども、まあ内容としてはまあこの入国の時のねロレックスの状況と基本的には変わりませんでした。何も変えるモデルはなくこのようにディスプレイはめちゃめちゃしてあるんですけれども、写真もオッケーなんですけれどもなかなかね買うことはできないというのがマ、まあ、シンガポールの現状なんじゃないかなというふうに思います。 まあ国内に比べるとこのディスプレイがねめちゃめちゃあるっていうだけでもちょっとね嬉しい感じはあるんですけれどもまあウェイティングリストで買うことができない売るものはないよという状況でございますこれはねなかなか変わりませんよねまあ写真 OK っていうとこだけでもちょっと嬉しいんですけれどもえまあこのようにねマイナーチェンジ前のシードウェラーとかねスカイドウェラーがビシャッと置いてあったりとかしておりますね えー、チタンヨットはね、えー、結構ゴリ押しな感じありますよね普通にこのように置いてありますはい、えー、そしてねついにイギリスに向けてロンドンに向けていきますがもうここらへんからはもう完全にヨーロッパの空気を感じますねそしてシンガポール航空に乗って次のイギリスロンドンへと向かいます まあ今後の展開はまたね、えー、別動画で上げていきますのでぜひ皆さんチャンネル登録お願いしますイギリスに関してはですねシンガポールとはまた違いいろんなカエルモデルこれもね確認することができましたまあそんな感じで、えー、どんどんとここからスイスに向かっての動画上げてまいりますのでぜひ皆さんチャンネル登録そしていいねよろしくお願いします最高の旅になっておりますまだ序章にすぎませんそれではイギリスに向かっていきたいと思います